1ヶ月不眠症になって、なんとか自分の力で治したくて睡眠専門 YouTuber の動画見てるんです。ありがとう。でも限界は1ヶ月。確かに書籍やインターネット、セルフケアなどで自分なりに不眠症をケアしようとする考え方はとてもいいことや。ただし自分一人の発想で慢性的な不眠症を治すにはどうしても限界があるし、長く不眠症を患い続けることによって布団に入るのが怖くなる不眠恐怖症になってしまうリスクもあるから、だから自分なりを工夫をしても1ヶ月良くならない不眠症では、一度は専門医の受診を検討するようにしてください。じゃあ、いってらっしゃい。